はい、今回はね、紅葉して、まあ、葉っぱがね少し散りかけた、そんな木を描いてみようと思います。まずイエローディープにバーミリオンを混色して色をたっぷり作っておきます。また同じ色に少しグリーンとねウルトラマリアンを加えた色も用意します。その色でスッスッとこんな線をねまず連写しましょう。次に同じようにスッとした線を今度はジグザグジグザグさせて描いてみます。ではこのタッチを使って描きますよ。ジグザグジグザグですね。ほら、ね、木の枯れ木のね枝のように見えてきたでしょ、ね、こうやってさあ次々と枝のね先端の方に行くときはスッと力を抜くんですよ。そうすると先端がね枝の先端が尖ってきますからね。今度は少し暗めの同じ色をまた重ねていきます。そうすると木の枝にほら奥行きが見えてきたでしょ、ね、空間が見えるんですね。さあもうあなたのねもうイメージで赴くままに枝を描いていきます。さてここに取り出したのはこれはねコピー用紙ですね。これを軽くくちゃくちゃにこうします。そうすると紙のね突起部が細かくできますので、それを使って例えばこの辺りやこの辺りに葉っぱを描いてみましょう。さあ絵の具をつけますよ。トントントンと軽くつけてきたら同じ感じでトントントンとね水差しの上に置いていきます。この時に紙をねこう回すようにしてね叩くと、まあ、絵の具がね変化して、色を置くことができます。まあ、だんだんねどうですか、葉っぱできてきたでしょ。この時に最初にイメージしたたくさん葉っぱのあるとことあまりないとこの違いをつけることが大切ですね。少しこう擦ってもいいんですね。さて次に同じねまたイエロー、ディープとバーミリオン、ちょっと濃いめの色を作ります。そしてまた同じ仕事をするんですけども、これはねこの木の葉っぱにこう奥行き感っていうかね空間感を表すのに必要な作業です。ほらずっとねいいでしょ、ね、奥の方の葉っぱ、手前の葉っぱは見えてきます。ではその色にグリーンの一番やイエローのディープとかあそんな、ね、赤系の色を加えて、またそれを使ってね今度はねこの葉っぱの日陰の部分にねまた置いていきます。そうするとさらに葉っぱにねこうボリュームが出てくるんですね。バラバラにこう散りかけた葉っぱでもやっぱりまだ葉っぱがついているところはそれなりの量感がありますので、この作業は必要です。そして、さっきの色に少しグリーンなんかを加えてね色に変化をつけながら、ちょっと描き足した方がいいなと思うねそういう枝を描いてみましょう。こうですね。でさらに、その色にね、ブルーとかねアンバー系の色を加えて、こんなとこ葉っぱのためにできるこう枝のね日陰の調子をちょっと加えるんですよ。こういうね一手間がねさらに絵を良くするんですね。はい、出来上がりです。今回はね、この落葉を仕掛けたね、紅葉の樹木を描いてみました。二つね、大事なことがありましたね。まず、とにかく、ね、落葉を仕掛けたんですから、木の枝がよく見えるんですね。そのためには、この筆使いのね、練習です。スッスッスッ。これでしたね。
そしてそれをジグザグジグザグやってみる。そうすると枝ぶりがね本当に描きやすいと思います。そして、さらに散りかけたこの紅葉の葉っぱですね、これは細筆の点描なんかではなくて、紙をねくちゃくちゃってやってそこに絵の具をつけて上から叩いて描いてみようということです。これはねやってみると本当に面白いですよ。はい、これからもね私と一緒に水彩ね楽しんでいきましょう。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。